イナズホックスです。今日は珍しい犬種ブリュッセルグリフォンのミョンゴちゃんです。初めてのプラッキングです。やっていきましょう。シニゲっていうのはテリアもね、ブリュッセルも一緒なんですけど、パッと上げた時にもこの浮いてくる毛がシニゲなんで、この浮いてる毛だけを抜いてください。痛い。オーナーさんがパプリカを残したいって女の子なんで、まあ、文句みたいにひげを残すんじゃなくて可愛らしくて、そういうものでした。通常であればこのライン、このヘッドを取ってしまって、ここに毛を戻します。頑張ってんね、ヘッドに行ってやるね、偉いね。
うん、やっぱりちゃ頑張りました、初トンネルで。パピーカーあったな。終わります。